はいどうも、いつきんと申します。本日の動画は最新アプリを紹介していくやつということで、久々に期待の最新作を紹介していきたいと思います。今日紹介するのは、先日ユーザーテストが行われていた最新アプリエバーソウル。本タイトルのジャンルは収集系 RPG となっていて、ゲームを進めながらキャラクターである精霊を集めてコンテンツをクリアしていくゲームとなっています。何よりこのゲームで驚かされたのが、戦闘シーンや各精霊ごとに制作された 3D グラフィックです。イラストやライブ 2D が実装されたゲームは増えてきましたが、ここまでのクオリティの 3D グラフィックをほとんどのシーンで採用しているのはかなり見応えがあります。もちろん戦闘時にも 3D グラフィックが用意されていて、スキルやアルティメットスキルを使用すると各精霊に用意された専用の 3D モーションを見ることができます。はい、それでは続いてゲームシステムの紹介をしていきます。まずメインとなる戦闘なんですが、基本的にはオートバトルとなっているので、時間のない人とか攻略を考えるのがちょっと苦手だなっていう人に向いています。もう一つ特徴的なのが、いわゆるスタミナのような概念がないので、いつでも好きなタイミングでプレイできます。なので僕もテスト中ですね、スタミナがあったら、スタミナが尽きたら一旦手を止めようってなるんですけど、スタミナが尽きないのでもうずーっとやっちゃってですね、結構進めました。でバトル開始を押すと、もうこのままね、戦闘がオートで進んでいきます。でスキルとかも自由に、設定できて、使えなくしたりとか、まあ、自分で押すこともできますし、押さなければ勝手にオートで、このオートボタンを押せばこう進んでいってくれるっていう感じで、非常にですね、バトルは難しくなくて簡単でいいと思います。ただ簡単なんですけど、難易度は結構しっかりとね作られているので、歯応えもあるんで、かなりやりごたえはですねあるかなと思います。はい、こういう風にアルティメットスキルは 3D のモーションが入ったり、結構敵も硬いんですよね。でこれ詰まったらですね、後でねちょっと見せるんですけど、ちゃんと育成もまたできるので、いけそういけそういけそう。このね回復キャラめっちゃ強いんですよね。よしよし、勝った。はい、これでバトル終了って感じですね。でこの終わりのねリザルト画面もちゃんとモーションが入ってて、めちゃくちゃね作り込みが半端じゃないんですよね。はい、それではもし仮にですね負けてしまった場合、こういうですねカバンを開けてもらうと、いろいろアイテムがありまして、こういう風にこう放置マナダストだったりとか、放置マナクリスタルとか、あと在庫選択ボックスみたいなのがねあると思います。でこれは何なのかっていうと、これ最初にですね、収集系 RPG って言ったんですが、放置系の要素も実装されていて、まあ、放置系って何なんだって、僕もですね結構初めて触るんですけど、こうバトルに入るところに、このゲームだったらここ戦利品っていうのが表示されていて、ここをタップするとこのように育成素材がもらえますよと。でこれはどうやったらもらえるのかっていうのは特になくて、もうただ放置してるだけで溜まっていきます、勝手に。なのでこう溜まってたら一括受け取りをすると、これだけの育成素材が何もせずにもらえる。これが放置系って言われてるようなジャンルなんですけども、それがちゃんと実装されてるので、なので仮に詰まってしまっても時間さえ経てば育成ができるようになるので、絶対に積んでしまうってことがないゲームになっています。でさっきの画面戻るんですけど、そのさっきもらった放置の資材、これがですねアイテムでももらえるようになっていて、例えば放置マナダストっていうのを使うと、この2時間分のアイテムがもらえますっていう風に、かなりゲーム内でいろいろとこうクリアできるように仕組みが作られているので、こういうのをガンガン使っていけば、またですねキャラクターを育成することができると。まあこういう風にね、ゴールドとマナーダストをもらって使っていくと、これ12時間分とか、もうゴールド17万とかねもらえますので、もう桁がよくわからないんですけど、こんだけあれば育成かなりできますね。こういう風に、もらったら、こう精霊の画面に戻って、こう育てたいキャラを、育てていくという感じになっています。はい、そしてもう一つ、さっきバトル画面で説明をし忘れたので、もう一度バトルを見ていただきたいんですけど、各精霊にはスキルとアルティメットスキルの2種類が存在して、スキルを使うたびにこのバトル画面で
3D のモーションを見ることができます。で、今クロエが最初に溜まるので、クロエのスキルが溜まったら勝手にこうオートで使ってくれるんですが、このようにですね、かなり作り込まれた各キャラクターのスキルモーションっていうのが見れるようになっています。で、この戦闘時のスキルモーションって必ずですね、人によっては、いや、モーションこういう時はオフにしたいなっていうのがあると思うんですね。で、このゲームなんとオフにできます。で、この、ここ一回停止しますが、この上の画面にこのカメラのマークがあるんですけど、これをオフにするとアルティメットスキル以外のモーションが全部カットされるので、今みたいにスキルを使ってもそのまま戦闘が流れていくということで、例えばもう時間がないっていう時はオフにして戦闘を進めることもできます。ここまで綺麗な 3D モーションを作ったからには見てほしいっていうのが心情だと思うんですけど、思い切ってカメラをオフにできる機能を実装しているっていうところがユーザー目線で考えられていて、かなり好感が持てました。それでは続いては主なゲームの進め方を説明していきます。で、主な進め方はメインストーリーのステージをクリアしていくことなんですけど、ロビー画面の右下にある戦線と呼ばれるのがメインストーリーとなります。物語の軸となる会話があって、しっかりと話を作られているので、興味のある方はぜひ見てください。そしてもう一つ、このね、メインストーリーとは別のものがあって、この右上のメニューからですね、記録保管所というところをタップすると、いろいろ出てくるんですが、まあ、例えばメインストーリーの、リプレイを見直したいっていう方はここから、見ることができます。なので物語をもう一度見たいっていう方はここからね、順番に見ていけば、見れますよという風な機能なんですけど、なんとですね、この記録保管所、ただリプレイを見るだけでなく、一部メインストーリー上の小話だったりとか、サブストーリーみたいな話を追加でプレイできるタイミングがあります。で、こういうね、ストーリーダンジョンとかも用意されていて、実際にこう自分でプレイしていくっていうものもあるので、メインストーリーと記録保管所で2段階楽しめる設計になっています。で、それぞれですね、リプレイ見た後とかも報酬が受け取れるようになっているので、非常に嬉しいコンテンツの一つとなっています。はい、そしてこういった RPG 系に必要不可欠な箱庭要素もしっかりと準備されています。この領地と呼ばれるのが箱庭の、コンテンツなんですが、自分だけの領地を作って、例えば精霊とかにバイトに行かせたりとか、キャラクターと交流ができるようになっているんですけど、それとは別にですね、たまに、今ちょっと出てないんですけど、たまにですね、この領地内にモンスターが現れたりだとか、あとはなんかゴミが散乱していたりっていう、ちょっとしたミニゲームみたいな要素も含まれていて、それらをクリアするとゲームのアイテムとかがもらえるようになっています。あとはですね、他にもフレンドの領地に訪問するっていう機能もあって、見に行けたりするので、どういう風にこう領地を作っているのかっていうのを見れることができます。で、領地もですね、結構いろいろ要素がありまして、店を置いたりだとか、自分の家を、まあ、大きいものを買って置いたりだとか、いろいろね、要素があるので、これ結構やりごたえのあるコンテンツなんじゃないかなと思います。はい、それではキャラクターである精霊について説明をしていきます。精霊はですね、レアリティがありまして、こちらゲーム内で最初に手に入る最高のレアリティがエピックとなっています。で、この紫色の枠になっているのがエピックのキャラクターなんですが、テスト中ストーリーを進めるだけでもかなりの数の精霊を無料で獲得できました。例えばこのリンジーというエピックのキャラだったりとか、あとはストーリーを進めると、このレベッカという火力系のキャラクター、こういったエピックのキャラクターもゲームを進めていれば無料で手に入るっていうことで、このあたりが収集系 RPG の要因の一つとなっているのではないかなと思います。はい、で、無料で手に入るキャラクターの中でも攻略の要となるディフェンダーというキャラクター、これもですね、
役職的にはリンジウォーリアーになってるんですけど、回避系タンクっていう役割でめちゃくちゃ回避が高くて相手の攻撃をかなり吸収してくれます。あとは無料でもらえるタンクキャラといえばクロエ、こちらはディフェンダーですね。まあ準ナイトという感じで、まあ、タンクに適したステータスを持ってたりするんですけど、このクロエとリンジ2人がいればとりあえず攻略の要は揃っているので困ることはないかなっていう感じをテストで感じました。そして肝心の育成要素なんですけど、様々用意されています。基本的にはレベルを上げていって、エピックであればマックス100まで、でさらにエピックの上にもレアリティが存在していて、これはゲーム内で解放していけるんですけど、それにつれて上限レベルが上がっていくという形になっています。そしてレベル以外にも霊装と呼ばれる装備品とか異物と言われる装備品があります。デフォルトでついているステータスが攻撃力100だったりとか、あと HP がプラス1000だったりとか、結構この基礎ステータスを底上げしてくれるものが非常に多くなっていて、この霊装にもレアリティがあるので、さらにレアリティが上がっていけばこの基礎ステータスっていうのはどんどん伸びていくということで、非常に大切な要素となっています。そして異物なんですけれども、これはキャラクター専用で性能が用意されていて、別にそのキャラクターの異物じゃなくても装備すること自体は可能で、装備するとここの真ん中に書いてあるステータスが上がります。ただ専用キャラにつけることでこのスキルにさらに付加効果が追加されて強くなるっていう感じのシステムになっているので、まあ、異物持っていれば誰につけてもステータスは上がるんですけど、専用のものが手に入ったらさらに強くなるというような段階的に強さが上がるような形となっています。はい。そしてこのゲームで最大の特徴的なのが箱舟システムと呼ばれるシステムになっています。先ほど紹介した装備品だったりとかレベルっていうのはゲームに詳しい皆さんならご存知かと思うんですが、この箱舟システムっていうのがまたちょっと珍しいので紹介をしていきます。で、中にはですね、いろいろ項目があるんですが、まず精霊昇級、これはレアリティアップと言われるやつですね。そして精霊解放、これは売却システムになっています。売却することでいろいろな素材を獲得できるので、それを利用してさらにキャラクターを強化することができます。そして精霊リセット、これは育てたキャラクターを一旦リセットして全て素材を返してくれるというシステムで、これデフォルトで搭載されてるっていうのは非常に珍しいかなと思います。そして一番珍しいのがこれ、レベルシンクロシステム。これは一体何なんだっていうところなんですが、あんまり聞き慣れない名前かなって思って僕もですね初めて見たんですが、これ開いてもらうと上にですね最高レベル5名っていうのが表示されていて、何なのかというと、この最高レベル5名のうち一番低いレベル、今回で言うと一番高いのが80なんですけど、一番低いのが60レベルなので、一番低いこのレベル60にこの下側にあるこのスロット、ここに登録したレベル1のキャラクターをこのレベル60まで引き上げてくれるっていうシステムになっています。勘のいい人ならもうすぐにわかると思うんですけど、このスロットさえ空いていればレベル1のキャラを新しく入手したらすぐにこのここに登録すればレベルを引き上げることができるので、素材とかね一切かからないので、例えばレベル上げるのってお金がかかったりとかゲーム内の資材がかかったりするんですけど、そういうのは一切ないんで、ここに登録さえすれば一気にすぐ使えるっていうことで、このシステムはなかなかすごいなと思って、これなんかね流行ってくれたら嬉しいんですけど、こういうシステムがあることで多くのキャラクターを使えるようになるという風になっています。で、後ほど紹介するコンテンツでキャラクターが10体必要なコンテンツとかもあるので、そういったコンテンツをクリアするときにここに登録することで、いちいち全てのキャラクターをレベル上げなくてもすぐに5人育てておけば挑戦できるっていう感じになっていて、非常に助かる機能になっています。はい。そして続いてはコンテンツの紹介。やっぱり皆さん気になりますよね。メインストーリーとは別にどんなコンテンツがあるのかっていうところ、これはやっぱりゲームをやる上でハマっていく要素の一つになってますので、コンテンツをですね紹介していきたいんですが、テスト期間中結構進めて確認した限りではかなり数が豊富にあります。で、ロビー画面のこの冒険というのがコンテンツの一覧なんですが、このようにですね、まず挑戦コンテンツっていうのがゲート、これが2種類ありますね。で、このゲート突破っていうのが、こう、いろんな種類のゲートがあって、今はここしか開いてないんですけど、全20何ステージ
ぐらいのこう塔をね登っていくっていう感じの、コンテンツだったりとか、あとはデュアルゲート、これがですね難しくて、さっきねちらっと触れた10体キャラクターが必要なコンテンツなんですけど、ステップごとにこう2つの敵が存在していて、この両方をクリアすると報酬がもらえるタイプなので、例えばこの右側が強そうだなと思ったら右側でメインキャラクターを使って攻略して、左側はレベルシンクロしたキャラクターでクリアするみたいな使い分けがねできるようになっているので、この辺のコンテンツもかなりやりごたえがありそうです。他にもダンジョンと呼ばれるローグライク要素を含んだコンテンツもあります。こちらも難易度がいくつか用意されているので、適正レベルのところに入場します。入場するとマス目で区切られたマップに出るので、自分で道を選択して進みます。マスには敵がいたり、ショップがあったり、精霊をレンタルしたりできます。敵を倒すと宝物と呼ばれる迷宮専用の装備が手に入るので、それを集めていって精霊を強化していきます。迷宮の最後にはめちゃくちゃ強いボスがいるので、そいつを撃破するのが目標なんですけど、自分は何度もチャレンジしましたが強すぎて勝てませんでした。最後にアリーナと呼ばれる対人コンテンツもあります。対人とはいえ相手は NPC 化されたプレイヤーなので、基本的に戦闘はオートになるので気軽にプレイできるかなと思います。こちらも順位に応じてデイリー、ウィークリー単位で報酬を獲得することができます。はい、というわけでゲームとかコンテンツを紹介してきたんですけど、僕が何よりこのゲームで推したいのがキャラクターグラフィック。本当にめちゃくちゃよくできていて、作り込まれていて、こうキャラ一人見てもですね、見てください、これめちゃくちゃですね細かく作られていて、しかも可愛い、そういう出来になってますので、ぜひですね、ちょっと皆さんにも実際にやってですね見てほしいんですけど、今日はいくつかねお気に入りのキャラを紹介したいと思います。でまず一人目がこのメフィストフェレスっていうキャラクターで、こちら 3D で見るとこういう風にですね、まあ拡大して見れたりもします。結構ね際どい感じになってますが、だったりとか、あと 2D のイラストもですねちゃんと見れるようになっていて、これを元にこう 3D を起こしているということで、結構ですねこれはハマる人出てくるんじゃないかなと思います。で召喚演出なんかもね見れます。こう手に入れた時の登場シーンですね、これもめっちゃよくて、これ全部作ってますからね、これがねすごいなと。でこの子の召喚演出がめちゃくちゃ良かった。しっかり見ていてください。最高なるものの歩み、いやこれすごい、この出来ですよ。でこの子スキルもめっちゃかっこよくて、めちゃくちゃね見てて楽しいキャラなので、ぜひ皆さんにも見てほしい。はい、というわけで今後リリース予定のエバーソウル紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。最初に言った通りスタミナがないので、いつでも気軽にプレイできるし、放置しちゃってもスタミナが溢れるっていう心配がないのがいいですね。それでいてゲームのストーリーや難易度はしっかりと作り込まれていたので、非常に満足度の高いゲームだなと感じました。あとはやっぱりキャラクターが好き、可愛い女の子が好き、僕もそうなんですけど、そういう人にはめちゃくちゃ出来がいいのでおすすめです。それでは今回の動画は以上となります。ぜひ皆さん興味のある方は動画概要欄に記載してある公式サイトや公式 YouTube チャンネル、公式 X を見てアプリがリリースされるのをお待ちください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。